エンダウォルシュはアイルランドの劇作家である。2015年エディンバラ・インターナショナル・フェスティバルでエンダウォルシュとドナハーデ・ネヒーによるザ・ラスト・ホテル・エンダウォルシュは1967年に北ダブリンのキル・バラックで6人兄弟の末っ子として生まれた。エンダはしばしば女性名、エドナと混同されるがアイルランドの男性名である。父は家具店を営んでおり、 母は女優だった。しかしながら、父親の事業はうまくいかなくなり、特に利益が少なかった1980年代の不況の時代は、ウォルシュ自身がやっていた新聞配達の方が、父の店から上がる収益よりも多かったくらいだった。大家族での暮らしでは、いろいろなことが起こっており、後で本人が述べたことによると、義局の多くは、父親や母親、友人、 三人の兄弟と二人の姉妹との関係からヒントを得たものだという。ウォルシュはグリーンレールコミュニティスクールに通い、そこでロディドイルなどの教えを受けた。ラスミネスカレッジでコミュニケーションを学び、ダブリンユースシアターの役者を務めた。その後、コークの教育劇団グラフィティシアターで働き始める。1993年にウォルシュは高稼働家シアターカンパニーのパッドキアなと、 共同し始め、ウォルシュ曰く、ひどい芝居を一緒に作った。1996年に、コークのトリスキルアートセンターでディスコピックズが上演され、これは劇作家としてのウォルシュにとっても出演した駆け出しの役者で、まだ学生だったキリアン・マーフィニーも出世作となった。その後、ロンドンに移住した。2006年には、ゴールウェイのドルイドシアターカンパニーにより、 ザ・ウォルワース・ファースが初演された。この作品は2015年に、ブレンダン・グリーソン、ドーナル・グリーソン、ブライアン・グリーソンのキャストで、ダブリンのオリンピア劇場にて、ランドマーク・プロダクションズの制作で初演されたが、グリーソン一家の3人が一緒に芝居に出演したのは、これが初めてであった。2011年には、映画、ワンス・ダブリンの街角で、の舞台化、ワンス・ダブリンの l e i の台本を担当し、2012年のトニー賞でミュージカル台本賞を受賞した。この作品は、トニー賞ミュージカル作品賞やドラマデスクアワードのミュージカル賞も受賞している。ウォルシュが執筆、演出をしたバリー・タークは2014年にランドマーク・プロダクションズとゴールウェイ・インターナショナル・アーツ・フェスティバルの制作によりキリアン・マーフィ、スティーブ・ン・レイ、マイケル・マーフィの主演で初演され、 ダブリン、コーク、ロンドンでも上演された。2017年には、アビー劇場で再演され、2018年初めには、ニューヨークのブルックリンにある、セントアンズウェアハウスでも上演された。この作品は2018年4月より、白井明演出、草薙剛し、松尾悟る、小林克也主演で、神奈川芸術劇場を及び、 セタガヤパブリックシアターにて日本語版が上演される。ウォルシュは2015年にロワルドダールのアッホ夫婦を舞台化し、4月から5月にかけてロイヤルコート劇場で上演が行われた。同年8月にドナハドネヒー作曲によるオペラザラストホテルの台本を担当し、ランドマークプロダクションズとアイドオープンオペラの共同制作によりエディンバラ国際フェスティバルで上演され、 9月にダブリン演劇祭で上演された後、10月のロンドンのロイヤルオペラハウス上演を皮切りに世界ツアーを開始した。デビッド・ボーイによるミュージカル、ラザラスの台本を担当し、イボバ版ホーベ演出で2015年末にオフブロードウェイのニューヨークシアターワークショップで上演された。本公演は全席がすぐに売り切れた。 2016年19月から2017年1月まで、イギリスのキングズ・クロス・シアターでも上演された。本作では、ウォルシュとボーイによる台本が2016年度のアウター、クリティックス・サークル賞のミュージカル台本賞にノミネートされ、作品自体もオフ・ブロードウェイミュージカル賞候補になった。2014年から2017年にかけて、ウォルシュはゴールウェイ・インターナショナル・アーツ・フェスティバルに、 インスタレーションを出品している。映画の脚本家としては、1999年に短編ノット、A バットクリスマスを書いて監督している。2001年に自作の2曲、ディスコピックズが映画化された際は自ら脚本を手掛けた。2008年には、スティーブ・マック・イーン監督、マイケル・ファスベンダー主演の IRA によるハンガーストライキを描いた実話に基づく映画。 ハンガーで監督と共に脚本を執筆した。2005年に発表した自作の2曲、チャットルームが中田秀夫により映画化された際は脚本を務めた。ありがとうございます。